フロツーさん、わしゲストのゲロリーオーダースパップ、エンドカープレゼンス男祭りにゲロリーも出演されますが、ライブ後の飲み会で酔っ払った勢いで先輩たちにこっそりやってみたい無礼講ないたずらは何か思いつきましたか？いやいやいや、これ何でしょうか？そんなことないです。そんな社交ね。あれ前、あれそんな声やったっけ？水色な、水色だみたいなやったけど、どうしたどうした、ずっと裏声。いや、でも、でも、うん、何でしょうか、うん。仲良くはなりたいと思ってますよ。うん、少しでも皆さんと、仲良くはなりたいと思ってますね。なんかさ、同じぐらいって、まあまあ、かおりちゃんとかもそうなんか、はい、同じぐらいのジェネレーションになるのかな、仲良くしてるんでしょ。そうですね。うんうんうん。そうなんですけど、うん、やっぱこう流田さんとかも先にもうかかっていらっしゃる方ってすでにちょっと仲いいし、うん、羨ましいなみたいな部分があるので。そうかそうかそうか。あれ流田の方がどっちかというと先輩扱い。そうですそうです。まあちょっとどこからって難しいもんね。でも出てされたのは流田さんの方が早いんで。そうか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 。年上も上ですし。ああ、まあ流田たちはアホみたいなやつだから。ええ人です。ああ、大丈夫。うん、あと僕もやっぱ誰と仲良くなりたい、じゃあ。え、誰と仲良くなりたい。やっぱでも遠藤さん。やっぱ遠藤さんやな。遠藤さん。遠藤さん掴んどいたらみたいなとこあるよな。ただね、ごめんなさい。打ち上げの時はまあ、俺が話してない。遠藤さんとがっつりなんだ。遠藤さんがいて、いや俺がいて山県。これはね。あ、勝てねえ。ごめん、ここはね。勝てねえな。外れ。で、バンブがそれで死んでる。キューってなって。お酒飲めないですもんね、バンブね。そう。これはね、だからここに、だから俺は外れないから、うまいことここに入ってこようかどうかです。なるほど、なるほど。そうそうそう。割と飲み会保守派なんで。そんなにメンツ変わらへんから。だからね、保守の意味もなんか嫌な意味、なんか、がっつりもう話さないぞ、みたいな意味の保守でしょ？なんかまったり飲もうとかじゃないんでしょ？そう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 。なんていう、なんていう。だから一番大事なのは遠藤さんが何か言った時に、気の利いたツッコミをパーンって言うかどうか。それで遠藤さんが、お前おもろいなって気に入るかどうかやね。まず遠藤さんに仲良くなるのは、ただお前がなんかええこと言うたら絶対俺かぶせるし、絶対山ちゃんかぶせるから。いやいやいや、もう聞きました皆さん、金曜日の皆さん。いや私ね、いやいや去年デビューしたしゃあないや、しゃあないやって、しゃあ遠藤さんの前で平等やもん。俺はだって遠藤さんの寵愛を受けたいもん。抱かれたいって言ってんねんから。お前も遠藤さん抱かれたくて言ってるわけやろ。その胸元バーリア、そうですよ、足バーリアのチャイナドレスで言ってるわけやろ。それはこれ女としての勝負や。女としての勝負。なんで、なんで岡本ちゃんなのって答えて、いきなり。そうか、気の利いた人でね。はい、それはですね。練習しとこう、もう。リハぐらいから。頑張ろう。よし、頑張ろう。だから、バンブーと仲良くなる方が楽やで。